でもやっぱ空車率が結構ね多いですね。ただなんかね駅の方に向かってんのかな、なんか臨時で最上稲荷に行くやつがあるんですよ。ちょっとね派手な人がいるんでちょっとねカウントダウンで来たよ。感謝お前さなんかこれからどっか行くわけですか。今日初めて会ったんやけどな。そう、そう肩くんなら小学生、ね、今日初めて会ったんやけど今日カウントダウンみたいな感じで来たから。そう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 、前回までの24はい、というわけで始まります。で今日はね、12月の31日、もうそろそろ年を明けるんですが、今日何するかっていうと、まあそのカウントダウンの岡山の街を見てみようかなっていう感じでちょっとね、言ったんですけど、まあ最終的にはそのカウントダウンするとき、まあ5、4、3、2、1、0なったときに岡山駅どうなってんだと。大体ね、そのハロウィンとか、まあそのクリスマスじゃないですけど、まあ何かとね、やってる岡山駅前、岡山駅のもう、ど真ん中のあの、噴水のとこですかね、東口。ちょっとね、行ってみようかなと思います。いう感じで、岡山の本町のとこなんですけどね、もう時刻は11時半ということで、そうだね、カラオケの声とかしたりとかするんですけどね、まあ、居酒屋さんとかやってないとこあったりとかしますね。でもやっぱ空車率が結構ね多いですね。まあ、やってる居酒屋さんあったりするけど、まあ、都会とかね新宿とか結構イベントごとで盛り上がってんですけど、盛り上がったりするんですけどね、ハノイとか。まあ、岡山も、その、釣られて盛り上がったりするんですけど、逆に、ニューイヤーとか、どうなんだっていう感じでちょっと、回ってるんですけど。ないですね、あんまり。いつもここね、この時間だったら結構人いるんですけど、やってないお店も結構ありますね。やば、子供が多いですね。保護者いての子供なんで。やってないですね。餃子の王将とかやってないですね。あ、でももうラストオーダー23時なんですけども、早く閉めたんですかね。あ、ね、警察の検問はやってますね、バリバリ。まずね、やっぱこういう飲酒運転とか多いんで、やっぱ多いかなと思います。今現段階ではその、まあ、カラオケとかスタンディングバーで飲んだりとかいう人たちが多いですね。なんかずっとジャンガル行くみたいな感じで入っていく人が多いんで、まあ、カラオケもね、まあ、比較的岡山も多くてオープンしてるとこも多いんで、まああとはクラブとかですね、まあ、いつもよりは少ないですね。ただなんかね駅の方に向かってんのかな、なんか終電で帰るのかな。
ビルも、ちょっとね、お正月をイメージした鳥になってますね。現在の時刻が、またあと13分41秒で、12月が終わります。結構ね、街の雰囲気っていうか通りかかる人は結構テンション高いというか、なんか新年を待ち望んでるような人が多いんですけど、ちょっとね、派手な人がいるんで、ちょっとね、行ってみようかなと思います。結構ね、こういうの慣れてるんで。カウントダウンで来たような感じなんですか？おまっさん、なんか、これからどっか行く感じですか？ないか、ないか。だから俺らもっとおると思ったよ。あとね、もう10分切って、あと8、8分ぐらいですね。もうね、結果はね、分かってると思うんですけど、ちょっとね、悲しいなとか思いながら。ただ、ね、逆に西口はどうなんやということで、岡山駅西口方面上り使われた、もうね、年末ももう終わりですね。このちょっとずっとね、 DJ をやってきて、いつもね、カウントダウンは必ずお店にいたんですけど、今日はというかこの2019年はね、全く違う場所で迎える、しかも一人ということでね、来年はなんか誰かいてほしいなと思うんですけど、はい、もう多分向かってる人とか多分あれなんか帰る人なんかな、今こんな感じですね。電車も、もうないですね、ほとんど。あ、でもあるんですね、臨時で最上稲荷に行くやつがあるんですね。へえ。1時10分のやつが、これ初めてですね。西口の交通量なんですけど、全くないですね。こんな感じですね、まあ、タクシーが通ってるぐらいな感じで、タクシーですね、ほとんど動いてるものではタクシーぐらいですね。あと4分58秒こんな感じですね。もうそろそろですね。結構ね、期待してたんですけどね、新幹線はもう終わりですね。到着した感じですね、今も。多少ね、人がいるかなって、人の声が聞こえるかなと思うんですけど、まだ中石アピーでしょ、はい、今日初めて会ったんやけどな。そう肩くんなら小学生、ね、今日初めて会ったんやけど、仲良しはい、ありがとうございます。もうこれ何をやってるか多分分かると思うんですけど、はい、今日カウントダウンみたいな感じで来た感じ。そうですね、今もだいぶ前です、ね、さっきお兄さんも入らないですか？はい、ありがとうございます。あと何分ですかね？あと2分ぐらい、2分でみんなでわーってなる感じです、ね、はい、多分。この後どうされるんですか？
とまた分からん。あ、そうなんですか。なんか最上稲荷に行くなんか電車が出てますけど大丈夫ですか。1時10分あと1分ですか。あと1分ですか。皆さんちょっと、もう全然人いなくて確かに、ね、ほんまに俺もっとパリピか思った。あともうちょっと、はい、いいですかね。あともう10秒とか、ちょっとお前こっち、あと動画がもう分からない。やりましょう皆さん。はい、というわけで今回こんな感じで、まあなんか多分それぞれ楽しみ方はあると思うんですけど、はい、なんかいつの間にか話してたら新年迎えちゃったということで聞きましたけど、まあね、なんかみんななんかノリノリでそれぞれね、いいんじゃないかと思います。まあね、今年もね、もうちょっとあと12ヶ月ぐらいですけど、ね、みんななんかその見てくれてる人とか集まってくれたらいいなと思います。ぜひ僕もねここにいるんで、みんなでねパーティーしましょうや。というわけでスピチューブ今日はこんな感じで失礼します。それではまた皆さんいい感じで、新しい年をね、過ごしてください。それではまたスピチューブよろしくお願いします。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。